イザヤ書46章1節から4節。ベルは不死、猫は絡み、彼らの像は獣と家畜との上にある。あなた方が持ち歩いたものは荷となり、疲れた獣の重荷となった。彼らは鏡、彼らは共に不死、重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われてゆく。ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。本日はこの聖書の箇所から追う神と追われる神と題して、西郡牧師にメッセージを取り継いでいただきます。皆さんこんにちは。今日もこうして皆さんともに礼拝を守れると心から感謝いたします。先ほど賛美しましたね、クリスマスイズアタイム。なんで私はクリスマスイズザじゃなくてアなのかなというふうにね、思いながら賛美してたんですけど、まあ考えてみたらそうですよね。この時こそ愛するべき時だ。まあそれは確かなんでしょうけれども、でもね、本当にこの時だけじゃなくて、一瞬一瞬私たちが愛を表していく時であるんだなって、そんなことを思わされました。神様に与えた恵みを感謝して、そして愛を表すものとならせていただきたいですね。今日からアドベントが始まります。アドベントはイエス様がお生まれになったことを記念するクリスマスまでの4回前の日曜日から心を備えて待ち望む時です。そしてもう一つ、イエス様がもう一度来られる時を、再臨というんですけれども、イエス様がもう一度来てくださる、その時を待ち望む時でもあります。今日ちょっとろうそくついてないんですけれども、ろうそく一番1個目のね、ろうそくに火をつける時でもあります。今日はイザヤ書の46章の1節から4節を通して、追う神と追われる神という題でメッセージをさせていただきます。今日から3回にわたってクリスマスに備えるメッセージをさせていただきますが、今日は日々の御言葉で先週1週間読んできたイザヤ書の聖書箇所から46章の1節から4節と読んでいただいたのですが、この箇所は普通は、救い主の予言だとは考えられていません。しかしイエス様がなさったこと、私たちのために来てくださり、また私たちのために十字架にかかり、よみがえって救いの道を開いてくださったこと、そのことを考えるときに、まさにこの46章の1節から4節に出てくる神様ってこんな方だ、私はこういうものだよとおっしゃった、そのことがイエス様の生涯において本当にはっきりと示されたんだ。いや、イスラエルの歴史においても神様は彼らを運んでくださった、神様は彼らを背負ってくださったけれども、イエス様の生涯を通して神様はまさに私たちを運んでくださる方なんだ、背負ってくださる方なんだ、そのことがはっきりと表されていると思います。そのことをお話したいと思います。そしてもう一箇所ですね、その前の章でありますけれども、45章の15節、本当に、読み飛ばしてしまう、うっかりすると読み飛ばしてしまう短い言葉であります。とても大切な言葉ですね。45章の15節にこう書いてあります。イスラエルの神、救い主よ、まことにあなたはご自分を隠しておられる神である。あなたはご自分を隠しておられる神であると、ここで、以前は言っているわけであります。
この聖書の言葉、まあ、本当に特別な言葉ですね。聖書の中にたくさんある言葉ではない、あっちもこっちも出てくる言葉ではない、でも本当に大切な言葉だなと思いますね。あなたはご自分を隠しておられる神なんだ。これもイエス様の歩みを見るときに、まさにこれこそイエス様のことを言ってるんだ、それが見えてくるわけであります。今日はそんなことでアドベントの最初の日曜日でありますが、この2つの聖書の箇所から神様がどんな方か、そしてイエス様が私たちのためにどんなことをしてくださったのか、このクリスマスの意味を含めてお話したいと思います。そして今もどんな思いで神様私たちを導いていらっしゃるのか、そのことをお話したいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきますが、第一のポイントが人々に担がれる神ということです。先ほど読んでいただきましたイザヤ書の46章の一節には、まあ、一節から二節のところにはベルとかネボとかそういう名前が出てきますね。ベルは節、ネボは鏡って書いてありますけど、これはですね神々の名前であります。バビロン、イスラエルを捕囚の民として連れて行ったバビロンの人々の神の名前、神々の名前であります。その神々は、でもここを読むならば、その神々は人々に追われ、家畜によって追われていくというのであります。人々が担いでいく、人々の荷物になる、重荷となる、人々のこのが担いでいかなきゃいけないんだ、そういうふうに書かれているのであります。この神々は人々が神々だと言っているんだけれども、人々に担いでもらわなきゃいけない存在なわけであります。木で作った神様、金で作った神様、それはですね、この神様だ神様だって人々は言うけれども、そうじゃない、人々は担がなきゃいけない、人々によって担いでもらわなきゃいけない存在なんだ。これそして人々はこれを担いで、まあ、これが神だよと言わなければいけない、言われなければいけない、そういう存在なのであります。これはまさにジョークのような話でありますね。あなたが神々だと言っている、それはあなたが背負わなきゃいけない、何かの時には助けなきゃいけない、ああこの 神様燃えちゃうから、この神様焼けちゃうから、この神様壊れちゃうから、大切に扱わなきゃいけない、そういう存在なんだ。まあ、日本でもですね、お寺で火事があったりするとその仏像を運んで出なきゃいけない、時々檀家の皆さんが運び出したのでご本尊大丈夫だったみたいな話がニュースで流れたりするわけでありますね。それはやはり運ばれなければいけない神々なのであります。で、こういう話をするときによく思い出すんですけれども、もう30年も前になりますが、まだ日本にいる頃にですね、日本で見たビデオであります。たくさんの人々を集めている新興宗教の教祖様でありますが、この教祖様が出てくるときにですね、教祖様が登場するときにはドライアイスをもくもくもくと炊く、そしてゴンドラに乗ってこの教祖様がわーそういう BGM が流れて、ファンファレみたいなのがパンパカパーンみたいな流れてですね、この教祖様が登場する。ああこの人はここまでやって自分を特別な存在だって言わなきゃいけないんだなってことを思いました。まあ自分は永遠のブッダだとかですね、エルカンターレだとか言ってますが、まあ、ここまで言うとどこの信仰宗教はバレちゃうかもしれませんがですね、ここまでやらなきゃいけない、神ではないものは、神では、聖書は語るんです、神ではないものは追われなきゃいけない、運ばれなきゃいけない、これは神だ神だ神だって言われなきゃいけない、ああそういうことなんだなってことを思うんであります。でも教会は大丈夫か、教会も気をつけなきゃいけないなというふうに思いますね。まあ、あるアメリカの大きな教会、たくさんの人々が集まっている素晴らしい、まあ、素晴らしい、まあ、たくさんの人々が集まっているから素晴らしい、まあ、それは必ずしもそうかどうか分かりませんけど、なんていうの、その教会は本当に素晴らしい教会で、そのホームレス の人がですね、その教会に日曜日入ってきた。そしたらですね、皆さんその人、ホームレスの格好して入ってきた人をですね、まあ、誰だろうこの人みたいな感じで見てるわけですね。歓迎しない、汚いなってちょっと避けていた。
まあ、出て行けまでは言われなかったんだけれども、なんだか歓迎しない、なんだかよそよそしい、なんだかみんな避けるみたいな感じだった。なんだこの人はみたいな感じで見てたそうでありますね。でも礼拝が始まってですね、みんな神様を賛美しています。ハレルヤ、神様素晴らしいって賛美して、で賛美が終わってメッセージが始まるときに、今日の牧師どこにいるんだろう、牧師さんいつもですねこっちの方から上がってくるのにどうしたんだろう、見てたらですね、さっきのそのホームレスの人がですね、トコトコトコと前の方に歩いていく。誰だ、なんだ、誰だあの人は、誰か止めないのか、ザワザワしてくるのでありますが、彼が前の段に登って、その人がですね、あの変装を一つ一つ外していくわけです。帽子を取って、ひげを取って、髪の毛をちょっときれいにして、そして洋服をこの脱いで、いつものこのネクタイをして、スーツを着、そう、いつもの牧師の顔が出てきました。みんなびっくり。そしてその牧師さんは言いました。皆さん、教会は服装とか社会的地位とかで人々を判断するところではないはずですよね。皆さん、新しい方々を本当に喜んで歓迎して、本当に素晴らしい働きをしています。でも私たちはどれほど外見に惑わされやすいものか覚えてください。そう牧師は言ったそうでありますが、まあ、牧師さんは神様ではないのでちょっと違うのでありますけど、神様はいかにも私は神様ですという飾りを私たちがしてあげたり、セッティングをしてあげたり、ファンファーレを鳴らしてあげたりする必要はないのであります。私たちが担いでこれが神様だよって言って回らなきゃできない、そういうお方ではないのであります。私たちが担ぎ上げる必要もなければ祭り上げる必要もない。神様はどんな姿をしていても神様なのであります。神様らしくないように見えても神様なのであります。私たちがその神様のために何かをしなければいけない、もっと立派な飾りをしてあげなきゃいけない、神様にふさわしいこの飾りをしてあげなきゃいけない、立派な音楽を鳴らさなきゃいけない、そういうお方ではないのであります。人々が担ぎ上げる神様、それは人間が神様のために頑張る、人間が神様のために一生懸命一生懸命いろいろしてあげる、だって神様困っちゃうもん、そういうお方ではないのであります。今日もですね、思い出していたんですけど、私子供の頃にですね、好きな歌がありました。好きな歌、教会で歌う好きな歌がありました。ギターを弾きながら歌う歌でしたけれども、この、神様の、ね、手は今弱っている、神様の手は、ね、傷ついている、だからね、私たちがイエス様の手になろう、イエス様の足になろう、そしてイエス様の手になってイエス様の足になって働こう、もう本当にイエス様はね、私たちのために苦しんだの、十字架にかかってもイエス様の手はボロボロだから、今度は私たちがイエス様の手になるんだ、歌でした。まあ、ああいい歌だなと思って、もうギターみんなでギター弾きながらですね、大きな声で張り上げて歌ってましたね。そうだ、イエス様のために頑張ろう、イエス様のために一生懸命やろう、イエス様のために全てを捧げよう。間違いじゃないかもしれない、でも間違い、あの最終的には神様のために本当に仕えていこうというんですから、いいのかもしれない、でも神様は手がボロボロだから、神様の手は傷ついているから、神様はこの力がないから、私たちが頑張って一生懸命私たちの力で頑張らなきゃいけない、それが聖書のメッセージだったかっていうと、今日ね思い出していたんですけど、いや聖書はそんなこと言ってないじゃないか、素晴らしい歌なんだけど、でも私たちは神様がかわいそうだから、神様が力がないから、神様何もできないから、私たちは神様のために手の中に足となって頑張ってやらなきゃいけない、そうじゃない、私たちが神様を背負っていくのではなくて、神様の方が私たちを背負ってくださる、それが聖書のメッセージで
ここで先ほどお読みしたもう一箇所聖書の箇所を読みますけれども、もう一回お読みいたしますけれども、それを読むともうこの言葉で私が申し上げていることがもっとよくわかると思うのでありますが、45章の15節、イスラエルの神主よ、まことにあなたはご自分を隠しておられる神である。神様はご自分を隠しておられる。神様はいかにも神様らしいというところではないところにご自分を表される。神様はもう神様だったら普通こうだろう、私たちが期待するような神様はこういう方だから、神様はこういう大き、大き、こういう、こういうことがする方だから、神様はこういうことをしてくださるに違いない、神様に私たちが期待するそういう方として、そういうところとは違うところに神様ご自身を表されるというのはとても難しいことかもしれませんけれども、 でもとても大切なことであります。神様らしくないところで、神様らしいところじゃなくて、神様らしくない私たちのイメージでですよ、私たちのイメージで神様らしくないと思うようなところに神様ご自身を表していらっしゃる。それが究極的に起こったのがイエス様が人となって生まれてくださったということですよ。皆さん、東の国の博士たちはどこ行きましたか？エルサレム行きましたよ。エルサレムは何ですか？ユダヤの国の首都です。王宮のあるところです。そして王様のところに行って、王様のところに行ってこの王様のところ行ったんじゃないですね、まあ、エルサレムに行って、この救い主、イスラエルの王として、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますかというふうに聞いたじゃないですか。人々のイメージの中で、人々の考えの中で、救い主だったらどこに生まれるか、エルサレムの宮殿ですよ。でもイエス様は会話桶の中に、馬小屋の会話桶の中に寝かされていた。居場所がなかった。そこに救い主としてお生まれになりました。そして人々にこの排斥されながらその生涯を送りました。いや、ちょっとね、ちょっとイエス様が道から表したら人々はバーッと集まってきました。でもイエス様が本当に心にあることを語られた時に人々は去っていきました。最後は弟子たちさえも去っていきました。そしてそれだけじゃなくて、イエス様は十字架にかかって死なれました。イエス様が十字架に死なれた時に、そこで一人として、イエス様ありがとうございます、イエス様、ああ、やっぱり私の神様だ、私の罪のために死んでくださってありがとうございます、そういう人はいませんでした。いや、その中に何人かね、十字架の下で信仰に導かれた人もいました。でも本当に人々分かりませんでした。イエス様どうしてって泣く人々いました。ほとんどの人々は、あなたが神の子キリストならば十字架から降りてきてみろ、神の子だろう、救い主だろう、だったら降りてこい、言いました。神様らしいところを見せろよ、救い主らしいところを見せろよって言いました。それが普通です。十字架で死ぬなんて究極的に神様らしくないことじゃないですか。十字架から降りてきて、お前たち私のことを何だと思ってるんだ、言うべきじゃないですか。でもイエス様はそうなさらなかった。ご自分を低くして、ご自分を低くして、徹底的に低くして、十字架まで行ってくださったのであります。そのようなお方であります。この方が神ですよと金ピカに飾られて、担がれて、崇められなければいけないような、そういう偶像なんかとはレベルが違う、どこまでもどこまでも自分を与えてくださる、そのことによってご自身を表されたのであります。人々が担がなければいけない神、それとは正反対の真逆なイエス様の姿を見ることができます。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますけれども、2番目のポイントは、私たちを追う神ということです。人間に担がれる神ではなくて、世界を作られた神は私たちを背負って
運んでくださるお方なのであります。3節を読みます。ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれた時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運べたものよ、私に聞け。私たちは自分の力で立っていると思っています。自分の力で頑張って歩んでいると思っています。自分の力で道を切り開いていかなければいけないと思っています。でも本当のところはそうではない。本当のところは神様は言われます。私はあなたが生まれる前から、あなたが生まれた時からずっとあなたを運んできたんだよ、ずっと導いてきたんだよ。あなたが気がついても気がつかなくても、ご自身を隠しておられる神様ですからね。私たちが気がついても気がつかなくても、神様は私たちをずっと運んできたというのであります。皆さん、今までの人生を振り返って思い出してみてください。あなたの生まれた時からその一歩一歩を神様は導いてこられました。あなたが気がつかない時から、あなたが神様だって関係なかった時から、神様はあなたを運んでこられました。これは直接にはね、イスラエルの人々に向かって言われた言葉ですよ。イスラエルの歴史を見るならば、本当に小さな小さな田舎の一部族から始まりました。そして神様が約束を与えてくださったのに、でも本当に苦しいところを通っていきました。なんで神様私の祈りを聞いてくださらないの。そういうところをアブラハムも、最初の神様と共に歩んだアブラハムもたくさんたくさん経験してきました。がっかりすることや失敗することもありました。そして大切なものを捧げなさいと言われる時もありました。そして彼らは奴隷に身を落としました。本当に苦しい中を通って神様に叫ばなければいけないようなところを通りました。でもその一瞬一瞬も神様は、私はあなたが生まれたその時から運んできたんだよとイスラエルの民に言われました。イスラエルの民は一つのモデルです。私たちもそうなんです。私たちが歩んできた道も、本当にいかにも神様が導いてくださいました、本当にそのように見えるようなところもあったでありましょう。ああ、神様本当に私をこういうふうに導いてくださったなって思うようなところも通ったでありましょう。でも私たちが歩んでいく中で、どれだけ神様がいるならなんでこうなるのって、そういう経験をしてきたことでしょうか。神様はどうして私のここまで必死な祈りを聞いてくださらないんだってところを通ってきたことでありましょう。でも神様はその一瞬一瞬も、私はあなたを運んできたと言われるのであります。そしてこれからもあなたを持ち運ぶから大丈夫だ、持ち運ぶから大丈夫だからというのであります。ただ運ぶというだけではなくて追うというのであります。それは単に親指と人差し指で神様の力を持ってすればね、私たちを追うなんて、本当に私たちを運ぶなんて、人差し指と親指でつまんで持ち上げることだってできるでありましょうね。孫悟空が、お釈迦さんにですね、お釈迦さんの手の中にいたみたいな感じでですね、もう本当に大きな大きな大きなこのお釈迦さんの手の中にいたんだみたいな、そういう話もありますけど、でもそういうレベルじゃないですよ。私はあなたを追う。追うためには体をその大人の中に入れなきゃいけない。体を入れるんです。それはかがむことです。本当に誰かを背負うために
私たちはかがわなければいけません。神様は本当にまさにそのように私たちのためになしてくださいました。天の上から私たちを見下ろして運んでありみると、汚いものでもつまむようにこうやって運ぶというのではないのであります。私たちの現実の中に飛び込んで、この世の中の汚いところを入ってきて、それを自分の身に背負ってくださった。そのようにして私たちの下に身を入れて、私たちのことを背負ってくださったのであります。それがクリスマスの恵みです。イエス様が人となって本当に天然まで来て、会話の中に生まれてくださいました。私たちの現実を背負うためであります。私たちのことを背負うためであります。この聖書の箇所は、皆さんほとんどの方が存じだと思いますが、一つの有名な詩のモチーフになってますね。フットプリンツという詩であります。今日は英語だけ準備しました。スクリーンには英語だけ出しますけれども、私はこれを、この場で訳しながら分かち合っていきたいと思います。ある夜、私は夢を見ました。私は浜辺を私の主と一緒に歩んでいました。暗い空に私の人生のいろんな場面が映し出されました。その一つ一つの場面で、私は二組の足跡がそこにあるのを、砂浜にあるの、続いているのをに気がつきました。一つの足跡は私の足跡で、もう一つの足跡は私の主の足跡です。最後の場面が、私の人生の最後の場面が私の前に映し出されました。そして私はそれまでの人生の足跡を、この砂浜に続く足跡を振り返って見ていました。私は私の人生の道のいくつ目の場面で、それも特に一番落ち込んだとても悲しい場面で、そこにはただ一つだけの、一組だけの足跡があるのを見ました。そのことに気がついたのです。私はそのことに とても戸惑いました。そして主に尋ねたのです。主よ、私があなたに従っていくと申し上げたときに、あなたは私の人生ずっと一緒に歩いてくださると言ったではないですか。でも一番悲しい、一番つらい私の人生のそういう場面で、そこには一組の足跡しかありませんでした。私はどうしてか分かりません。私が一番あなたを必要としていたときに、あなたは私を放っておかれたんですね。主は私にささやかれました。私の大切な子よ、私はあなたを愛しているし、
私は決してあなたを離れたりしない、捨てたりしない、決して絶対にあなたの試練の時も苦しみの時も離れたりしない。あなたが一組の足跡を見ていた時、私はあなたを背負っていたのだ。辛い時、神様が見えなくなる時、分からなくなる時、神様は私のことなんてどうでもいいと思っているのだと感じる時、その時あなたは気がつかなくても神はあなたと共にいてください。そしてこの約束、この聖書の約束通りあなたを背負って運んでくださるのです。この方はご自身を隠す神だと言われました。私たちがわからなくなるとき、見えなくなるとき、そのときこそ主はあなたと共にいてくださる。そのときこそあなたを背負って運んで導いてくださるお方のであります。私はあなたを作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う。主はそう言われました。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちがこの人生の道を歩んでいくときに、あなたのことが分からなくなるときがあります。神様がいらっしゃるなら、神様が力ある方なら、神様が私たちを愛しているなら、なぜこのようなことが起こるんだろうか、そういう場面にも出会います。あなたは私を見つけてしまったのではないだろうか、そう感じる時もあります。でもそんな時にも、いやそんな時にこそあなたは私たちと共にいてくださって、私は作ったから必ず追い、持ち運び、かつ救うと言ってくださっていること、感謝をいたします。神様、これから歩んでいく道も戦いがあり悩みがあるでありましょう。でもまたあなたが見えなくなる時もあるでありましょう。でもその時にもあなたの御手を信じて、信頼して、あなたのこの約束を信頼して歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。